ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。突然ですが、動画をご視聴くださっている視聴者の皆様にご質問があります。誰かと会話をしていて、お互いが違う意味を考えていることによって話している言葉が通じないという経験はございますでしょうか。例えば仙台駅、一方の仙台駅は東北最大の都市である宮城県仙台市にある東北新幹線などが停車する駅を指し、もう一方の仙台駅は鹿児島県北部の薩摩仙台市にある九州新幹線などが停車する駅のことを指します。これは同音異義語で発音だけが同じとなる事例ですが、同型同音異義語としてもそういった事例は存在し、福島駅と称する駅が全く同じ発音において、福島県福島市の東北新幹線などが乗り入れる駅と、大阪市福島区の JR 環状線阪神電車の駅とざっと2つがあります。このような同音異義語や同型同音異義語について、一般の方が考える意味と鉄道が好きな方が考える意味とで違った意味となる言葉がたくさんあります。今回はそれらについて事前にアンケートを取った上で、そういった一般の方と鉄道が好きな方とで意味が違う言葉を10個ほど紹介したいと思います。それでは本編へどうぞ。同音異義語として意味が違う単語。まずは同音異義語として意味が違う単語を3つほどピックアップして紹介します。まず1つ目は真っ黄色という単語です。これを一般の方が主に使う単語としては、この単語で主に使うと思います。例文としては、真っ黄色の菜の花畑などであり、非常に黄色いことを示す単語として主に用いられます。一方で鉄道が好きな方の間では、この単語で使われるケースも多々あります。これは JR 西日本の岡山支社や広島支社などが2010年代初頭より採用した国鉄型車両への塗装に対する通称です。またそれから派生する形で JR 西日本が2010年代初頭以降、幾多のバリエーションがあった国鉄型車両などのカラーリングを、地域によって異なる黄色をはじめとした6色の塗料を用いて単色化塗装とした車両に対する総称としても使われます。特に広島、山口、岡山の各地区における普通列車用車両を、瀬戸内の太陽をイメージした中国地域色に塗り替えた事例を主に指します。真っ黄色と呼ばれるようになった理由については、塗装にかかる経費と時間を削減するためが主な理由ですが、対象が国鉄時代に製造された古い車両がほとんどであることや、最初のプレスリリースにて地域色を強調などの表現が主に使われていたことなども背景に挙げられます。ただこの真っ黄色化については、当時の JR 西日本が置かれた運行上の問題などを解決するための策でもあったほか、新型車両の資金捻出にもつながっているようであり、万年国鉄広島などと揶揄されてきた広島地区への新型車両導入などがそれにあたるようです。続いて2つ目は蛇行です。これは一般の方であれば、この言葉にて左右にくねくねと車を走行させる、迷惑運転に値するマイナスの言葉として使われると思います。一方で鉄道が好きな方の間では、主にこの単語でマスコンをノッチオフして惰性で走行させることを指します。車を運転する際には、高速道路などにおけるアクセルオフ運転などと称される言葉と同義語であり、不要な加速・減速の時間を抑えるために行われます。ちなみに鉄道においてはこの言葉も使われますが、これは一般的な蛇行とは異なる意味で用いられます。鉄道車両が主に高速運転をしている際に、対策がきちんとできていない場合を中心として左右に横揺れする現象が主にそれにあたります。この現象は蛇行動と呼ばれるケースもしばしばあり、新幹線をはじめ高速運転を行う路線では蛇行動の抑制についてかなり配慮されていますが、同時に相反する要素である曲線通過性能の両立も課題にあり、蛇行動抑制と曲線通過性能の両立に関しては今でも課題要素の一つとして挙げられています。最後の3つ目は蜂蜜です。
これは一般の方であればこの言葉にて、ミツバチが花の蜜から採取したものを加工した、主に甘味料として用いられる食品のことを指すでしょう。一方で鉄道が好きな方の間で、ハチミツという呼び方の単語は、この単語に変化することがあります。この単語は三鷹駅付近にある総武線各駅停車の車両基地、JR 東日本三鷹車両センターに所属する車両の略語を指す単語として、それから転じて三鷹車両センター自体を指す単語としても使われます。意味としては、東日本旅客鉄道八王子支社三鷹車両センターとなります。八という単語が東日本旅客鉄道八王子支社を表し、蜜という単語が三鷹を表す単語となっており、蜜という単語は三鷹駅の電報略号としても使用される単語です。ただし JR 東日本の八王子支社は2023年6月頃をめどに、旧東京支社を改組して誕生した首都圏本部へ編入される予定です。それに伴ってこの所属略号は、東日本旅客鉄道首都圏本部三鷹車両センターを意味する単語になるため、現在のハチミツではなく、東日本旅客鉄道首都圏本部を意味する、と、三鷹を意味する、ミツの組み合わせに変更されます。車両に表示される略号も徐々に変更されると思われ、ゆくゆくは、ハチミツという単語は死語になるのではと思います。同形同音異義語として意味が違う単語。ここまで同音異義語として意味が違う単語を3つほどピックアップして紹介しました。今度は同形同音異義語として同じ文字で同じ発音なのに意味が違う単語について大まかに7つほどピックアップして紹介します。まず1つ目は台車という単語です。台車というと一般の方であれば荷物を乗せて移動するための車輪がついた手押し車のようなものを想像するのではないでしょうか。一方鉄道が好きな方の間では主に鉄道車両に装着される走り装置のことを指します。鉄道車両の車体と直接接続されておらず比較的自由度の高い走り装置という形で定義されており、普通は車両の両端に装着され、普段見かける1台車あたり2軸が装着された台車は2軸ボギー台車という分類のものとなります。この台車に車輪や車軸、走行用モーター、ギアボックスなど様々な部品を付けた上で枕バネと称されるバネを間に挟み、上側に乗せられる車体と直結した構造となっています。この枕バネについて昔は金属バネ、言い方を変えるとコイルサスが用いられていました。しかし現在では乗り心地の改良や技術の進歩などもあり、もっぱら空気バネ、エアサスが用いられるようになっています。続いて2つ目は食パンという単語です。もちろんこの単語は一般的に箱型の長方形の箱で焼いたこのようなパンのことを浮かべるでしょう。しかし鉄道が好きな方の間ではその食パンに似ているという理由で、国鉄時代に寝台電車から改造して生まれた地域輸送用の電車、具体的には東北本線や九州の長崎本線や佐世保線を走った715系、北陸本線で主に走っていた419系の2種類に付けられた通称となっています。このうち JR 九州と JR 東日本に継承された715系についてはつなぎ車両だったため1998年までに全ての車両が運用を終了していますが、つなぎ車両として導入されつつも JR 西日本に継承された419系は新車の導入が遅れたため2011年まで運用されてしまいました。その特異的な外観から419系を中心に食パンと呼ばれることになり、後年を中心に話題に欠かせない車種となってしまいました。このように何かに似ているという理由で付けられた通称は多く、例えば山手線や横須賀線、総武快速線に導入された新型車両 E235系や都営地下鉄三田線を走る8両編成の新型車両6500型が電子レンジと呼ばれる例は多く見かけるなどしています。続いて3つ目は JS、JC、JK、JD、DT という単語。これらは一般的に女子小学生、女子中学生、
女子高校生、女子大学生、童貞の略語として使われるケースが多いかと思います。しかし鉄道が好きな方の間でこれらの単語は全て鉄道路線を指す略語として用いられることが多いです。これは2010年代以降に制定された駅のナンバリングに基づき、それぞれ路線記号として用いられる単語になるためです。具体的には JS が JR 東日本の湘南新宿ライン、 JC が JR 東日本の中央線快速電車、青梅線、五日市線と JR 九州の福北豊線、 JK が JR 東日本の京浜東北線と JR 九州の筑肥線、JD が JR 九州の香椎線、 BT は東急田園都市線を指す単語として用いられます。そして4つ目はサークル K です。もちろんこれは一般的には日本でかつて存在し、世界的には現在も発祥の北アメリカを中心に展開しているコンビニブランドの一つを指すでしょう。しかし鉄道が好きな方の間では主に東急田園都市線を走る車両のうち、東武線へ乗り入れが不可能だった車両を指す言葉として使われました。東武線乗り入れ不可の車両に対して前面の窓に K と書かれた丸いステッカーが貼られたことに由来し、少数派の車両や列車無線などの設備が対応できていない車両、また新型車両でまだ東武線での運転準備ができていない車両などで東武線乗り入れ不可の制限がかけられた上で、このようなステッカーが貼られていました。かつては東急田園都市線や東京メトロ半蔵門線を走行する電車のうち、東武線乗り入れ不可の車両が一定数いたため、機会は少ないながらも日常的に見かける存在でしたが、主に東武線乗り入れ不可車両が所属する東急において新型車両2020系の製造が進んだ結果、現在はあまり見かける存在ではなくなりました。ただしその後も時折何らかの事情で復活することがあり、短期間復活しては消滅してを繰り返すことがたまにあります。またこれに派生して一時期は東急東横線、東京メトロ副都心線における東武東上線乗り入れ不可の車両を示すことや、東京メトロ千代田線において JR 常磐線乗り入れ不可の車両を示すため、同じくサークル K と呼ばれた車両が登場しているほか、東京メトロ千代田線の小田急線乗り入れ不可、東海道線などにおける JR 東海乗り入れ不可を示すため、サークル E なんていうものも一時期ありました。続いて5つ目は GTO です。これについてはいろいろな意味があるのですが、最も一般的に使われる意味としては、藤沢徹先生の漫画作品およびその派生作品でテレビアニメや小説、テレビドラマや映画化もされたグレートティーチャー鬼塚を指すことが多いでしょう。しかし鉄道が好きな方の間ではサイリスタ半導体素子の一つ、ゲートターンオフサイリスタの意味で使われることがほとんどです。1990年代の大きくて特徴的な音を発するインバータ制御電車用のスカイロ用 VVVF インバータにおいて、 GTO はスイッチング用素子として多く使われました。しかし近年の鉄道用 VVVF インバータではスイッチング用素子にトランジスタ系の IGBT やMOSFET を用いる事例が多く、旧来の GTO を使用する VVVF インバータは保守部品が生産終了を迎えている事例がほとんどであるため、その数は急速に減りつつあります。ちなみにこの GTO という単語、車好きの方でもまた意味合いが異なってきます。車好きの間では車の車種名として用いる場合が多く、多くの場合は三菱の 4WD スポーツカー GTO やポンティアックのマッスルカー GTO を指します。ちなみに三菱 GTO といった場合は車好きの間では三菱自動車の GTO を指す一方で、鉄道好きの間ではスイッチング用素子に GTO を採用する三菱電機製の VVVF インバータやそれを搭載する電車を指します。そして6つ目はスカートです。スカートも一般的には腰より下を覆う衣服のうち、両脚が一枚の布で包まれる主に女性が着用する衣服を指します。しかし鉄道が好きな方の間では先頭車前面下部に装着される配床装置と呼ばれる床下機器の防護部品を主に指します。
床下機器防護で取り付けられる機能性を有しながらも、デザイン上のアクセントにもなり得る部品であり、形状は単純なものから複雑な形状のものまで多々あります。昔はなかったのですが、特に近年は多くの電車に装備され、踏切や駅構内などでの自動車や人などとの触車に対して、防護性能を高めるため設置率は年々上がっています。しかし、あくまでも防護部品であることから、事故などにあった際一時的に取り外して運用される場合もあり、近年でも近鉄などでたまに事例が見受けられます。最後の7つ目に電車という単語です。まずこれを見てはぁ、と思った方、あなたは一般的に正しい考え方を持っていると思います。しかし一般的に電車というと鉄道を走る車両や列車そのものを指す、英語で訳した場合トレーンという意味の場合が多いのではないでしょうか。これは鉄道が好きな方の間では明確に示され、電気を動力として自走することが可能な客車や貨車という意味で使われることがほとんどです。これはディーゼルエンジンなどで自走する機動車や電気含め列車の駆動のみに用いる機関車、機関車に引っ張られる客車や貨車など特別するための言葉でもあり、英語で訳すとなればエレクトリックカーを示す EC やエレクトリックマルチプルユニットを示す EMU と称されるケース、特に EMU と称されるケースが多いです。なおトレーンという意味合いにおいてはもっぱら列車という意味で示す場合が多いです。とはいえこれは車両分野においての話でもあるため、トレーンの意味となると近距離電車列車などで電車という単語を使うケースもしばしばあります。いかがだったでしょうか。今回は一般の方が考える意味と鉄道が好きな方が考える意味とで違った意味となる言葉を10個取り上げてみました。選定した言葉は同音異義語から真っ黄色、蛇行、蜂蜜、同型同音異義語からは台車、食パン、 JS、JC、JK、JD、DT、サークル系、GTO、スカート、電車の7つを紹介しました。この他にも同音異義語では河川、南海、商船などが、同型同音異義語では86、釜、自動ブレーキ、ダイヤ、タブレット、ダラ、マルタイ、サンライズ、サメ、 ATC などいろいろな語句が上がりました。アンケートに答えてくださった皆様ありがとうございました。今後もこのような動画の企画を行いたいと考えており、その際は YouTube のコミュニティ欄でアンケートを実施する予定です。チャンネル登録を行った上でお楽しみにしていただけたらと思います。またこの動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントもお願いします。それではご視聴ありがとうございました。